もさ、なんかちゃんとしたのがちょっと分からなくて決めれそうになかったので、ちょっと遅めの時間をね設定しちゃってました。エアコンつけちゃう。よし、こんにちは、こんにちは。課題解きながら偉すぎる。お疲れ様、お疲れ様です。嬉しい。テロップがどうしよう、なんかすごい今受付中なんですよね、いろいろ。どうしよう、オンライン対面社員会、どうしよう、お話し会、ちょん、サイン会、ちょん、さあツーショットって言ってないといけないね。ツーショット S ちゃ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 とさあつあちゃ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 違う、難しい。こんにちは S さあつ間違えた、いい、はい、受付中です、です、です。よし、できた。幼い、幼いか、前髪パッツンに なったっていうか、なんか なりました。今日はね、ちょっと画角を変えてみたんだけど、ちょっと私のお試しみたいな感じで思ってもらえれば嬉しい。ハート待ってたよ、お疲れ、流れ星、帽子ありがとう、皆さんお花ありがとう、だるまありがとう、たこいさんありがとう、皆さんありがとうございます。嬉しい、花束もバラもお花もハートも可愛いも花束もハートもありがとう、ありがとうございます。嬉しい。お、ツーショット撮影会、おー、ありがとう、楽しみだね、当たりますようにね。すごい嬉しい、ツーショット、そうそう。ゆうかだけを自分が撮りたいって、ありがとう、嬉しいね。当たるといいな、当たるといいな、本当に皆さん当たりますようにの願いを込めて。そう、割とね画角違うんですよ。机の上になんかいつも iPad をなんか置くスタンドみたいな、動画見る用のねスタンドを置いて見てる。すごい下から煽ってる。どうしようかなって感じ。リサさんこんにちは、よろしくお願いします。お、大学終わり？お疲れ様、お疲れ様だ。お誕生日、おー、おめでとう。行きます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Ria ちゃん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます、おめでとう。素敵な一年に一緒にしましょう。おめでとうございます。いつもありがとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。ありがとう。皆さんも花束、お花、流れ星、ありがとう。シースルー、そう、前髪にシースルー。やっぱ細かくちょっと難しいかも、覗き込まないといけないからちょっと難しいですね。変えようかな。変えようかな。スタンドね、横にね、全然近く、真横にね、あるの、リングライトのねやつがあるから、こうやってなんか姿勢よくしたらさ、全然映んなくなるもんね。あ、こっちに変えようかな。すごい覗き込まないとさ、
そういけないよね。ちょっと私もちょっとなんか姿勢がすごくすごく悪くなりそうな価格なので、かえるよいしょ。ちょっと机をちょっと寄せまして、ライトをリングライトの方に刺します。いけるかな。はい、いつもの感じ。これがいいね戻った。これがなんかやっぱりいいなと思った。ほい、あ、なんかこっちの方がいいね。一瞬の出来事だったね。こんにちは。今日前髪さ、一日中は切ったから前髪作るの苦戦してなんかうまくはいってないっていう感じになってます。なんかハイライトすごくない？なんかすごくない？ちょっと直した方がいい？なんかすごくない？なんか難しいよねメイクってね、本当に。よいしょ、こんにちは。シースルーかわいい？嬉しい。あ、ちょっと収まった気持ちね。うう、秋っぽい、よかった。これね、大好きハイライト難しいよね。ハイライト好きなの、よくのせちゃう、のせすぎちゃう。ビジュイ、ありがとうございます。最近まつげをねつけてないんですよ。つけてないっていうかマスカラとかは、ね、今日もしないまま終わった一日が。あげてもないまつげねあげるとね、黒目がね単体でねなっちゃうから最近はねしなくなった。そう、こんにちは、こんにちは。可愛いしか言えない嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。ハート、流れ星、バラ、ありがとう、ありがとうございます。おお、あ、そっか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 、のんびりのあれのちゅうね、頑張れお話し会でコスメの話しても平気、もちろん。こないだもね、なんかね結構ねいろいろね皆さんから質問とかいただいて答えたんだよ。実はいっぱい聞いてほしい。コットーさん、はじめまして、よろしくお願いします。猫ちゃんだ、お願いします。村山優香です。お話し会11月分ありがとう、嬉しいね。オンライン11月がね、あの先輩方のねカップリングに参加させていただいている分が今日で受付終了だったものもあったりしてね。ですのでね、虹ありがとう、ありがとうございます。そう、おお、退勤したのでお疲れ様、対面ありがとう、嬉しい。遠慮なく聞いて聞いて、嬉しい。11月に初めましてします、嬉しい、よろしくお願いします。楽しみだね、ありがとう仕方がないから自分を入れてあげようと思いまして。入れちゃおうよ、一緒に撮りたい、ツーショットで、ツーショット、ツーショット、めちゃまじ美味しかったわよ。おお、よかったよかった、美味しいよね。私もねよく食べてましたよ、ありがとう。かわいい、だるま、お花、ありがとう、ありがとうございます。今日はのんびりな配信をしようと思うから、のんびりだなって思っててくださいもうねすでに頭そんなに働いてはいないんです。実はちょっとどのくらいの方が、確かにどうだろう、2部あるので最近イントネーションおかしいんだよね。2部あるので、1部と2部、ぜひぜひね、お待ちしてます
横に並べないなんてそんなことないよ。そんなことないから、一緒に並ぼう。配信見ながら晩ご飯いいね。私もね、配信終わったらね、ご飯を食べようかなって思います。こんにちは。今日はね、ちょっと配信のね時間をすごいギリギリに送っちゃったからね、皆さん結構1時間前ぐらいにね配信設定をねしちゃったんだよね。ちょっと遅かったよね。そうなのよ。ねえ今まで通りの、どうなんだろう、私自身がね初めてだからね。そう、ジョイは初めてですよ。長靴さん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。ありがとう。いつも予定立ててるの、全然全然だよ。ちょっとね、遅くなったりしちゃうからね。初めて見たけど可愛すぎる、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。頑張りますね、これからもキュルキュルなれるように可愛い、待ってたよ、お花ハートありがとう、ありがとうございます、嬉しい。大学残らずに、おお、よかった、お疲れ様。大学生の方も多いんだね、同世代のね、大学生の方だと。実習終わり、おお、お疲れ様。なんかあれだね、皆さん今とかもうちょっとしたら仕事終わりみたいな方が多いね。嬉しい、お疲れ様だ。そう、ダラダラしちゃった、そんな日もあるさ。そういう時はね、もうダラダラをどれだけ満喫できるかっていうのにね、私はシフトチェンジしちゃったりする時あるよ。もう極限までダラダラするっていう、これまでこんなにもダラダラしちゃっていいのかってくらいにダラダラしてみるのもありだよ。同い年、嬉しい、同学年なんだ。やった、ことまいちゃんありがとう、赤身顔ありがとう嬉しいね、キュイクラブさんでコンサートね、そうそうそう、特集に、それより前には配信終わりますね。そう、仕事時間だけど今日は研修で早帰り、そっかそっか、お疲れ様。平日の買い物いいね、この時間ね、お買い物の時間だよね。私もよくなかった、この時間よくスーパー行ってた昔。そう、毎日行ってる、早く会いたい、会いたいよ、嬉しい、かわいい、タコさんありがとう、ありがとうございます。そうこんばんは、お疲れ様です。サイン会対面に続いて社名会当たりたいって、嬉しい、当たりたい、当たりますように、私が念を込めて待ってたよ、お花ありがとう、スーパー寄らなきゃなの思い出しましたって、いってらっしゃい、何買うのはるさんよろしくお願いします。はたぴーさんもはじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、ありがとう。ね、私もツーショットがどんな感じなのか私もわからなくて楽しみでいっぱいです。久しぶりになっちゃった、お疲れ様だ、お疲れ様ママセブリッコにニアジョイちゃんも入っているんです。そうなんです、あのカップリングとしてね、あのその先はイグザルトという曲、ニアリーコールジョイの曲をね収録ご一緒させていただいておりまして、そのあのなんだイベント、オンラインイベントとかもね現在させていただいている状態で、あの来年からは、来年来年というか、まあ12月あたりぐらいかな、あのニアリーコールジョイとしての
メジャーデビューが決定していて、メジャーデビューのあのミニアルバムミニアルバムが発売されるんですけれども、それに向けたオンラインイベントとか対面イベントとかが絶賛あの受付中な感じです。今ね校内ここにできててね、ちょっと行きたいんだよね、滑舌が。そうなんです、私たちは、私たちというか今一人しかいないけど、あのニアリーイコールジョイというグループで活動していて、あの指原莉乃さんがプロデュースしてくださっているイコールラブさんのとイコールミーさんに続く第3のグループとして、去年おととし、え、うん、え、うん、去年の3月にお披露目があって結成して、そこから今1年半くらい、半ちょい、1年 何ヶ月かくらい活動させていただいてます。はい、帽子ハートありがとう、嬉しい、よろしくお願いします。メジャーデビューがね1月にね控えていまして、そう、それに向けてねメンバー今頑張っている最中でございます。絶賛頑張り中。わかりやすい、よかったカラオケでニアジャを歌うとき何がいいと思いますか。おお、すごい、そんなカラオケの場でニアリーイコールジョイを、何がいいだろう、何がいいかな。ライオンとかセリフがあって盛り上がりそうな気がするどうかな。ニアジョイなら今だよって、嬉しい、ありがとう。ニアジョイはね、あのニアリーイコールジョイの YouTube チャンネルがあって、そこにねあのドキュメンタリーとか、あのお披露目とかオーディションの時とかのドキュメンタリーをね、こうなんだ投稿していただいてたり、今年の7月に行われたイコノイジョイ2023 あの映像、ライブ映像だったり、こういろいろねこう出てますので、 MV とかもねあるので、ぜひね見ていただけると嬉しいです。そう、そこで何しようと、頂上で待とうよって言ってみてくださいそう、私はねお友達とねライオンを歌った時に盛り上がりました。そうぜひね待ってください、ニアジョイの間。そうそうそう、コールしたら、ああ、いや嬉しいんだけどね、私はね、そうだよね、確かにこう急に始まる感じになっちゃうからかな。私ね、ジョイのねコールがねわかんないの。ジョイ煽る方はわかるけど、あの皆さんが この時は何々をされてるのかなみたいな、なんとなくはねわかるんだけど、それなんかこう詳しくわからなくて、そうそう、あーよっしゃ行くぞみたいな、さあ行くぞかな、なんとなくわかるけど。ゆうかちゃん大好きって、ありがとう、よろしくね、これからも。はじめまして、ヒゲタンさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山ゆうかです。ここがねすごいね、今日なんか口内が痛くなった。前までねちょっとちっちゃく、ああ口内できそうだなみたいな感じではあったんだけど、今日はいっぱいなんか喋ってたのかもしれないいっぱいね歯に当たるからかからないとかにちっちゃいぐらい歯に当たっちゃって。おゆうさん、はじめまして、村山ゆうかです、よろしくお願いします。ちょっと痛くなっちゃったね。そう、私がねこう移動中とかにね、顔のなんだ筋トレみたいなのするからね、歯とかなんかいろいろ当たっちゃうのね。それでねよくね口内炎できちゃう。メンバー12人で活動させていただいてます。イグザルト、ゆかちゃん出た、嬉しい、ありがとう、やったね、大切にしてね、ぜひ。そう、口内炎、そう痛い、もうねついさっきも2時間前くらいから痛くなってきた。
ねえ、ハート、お花ありがとう。お仕事お疲れ様。お疲れ様だ。たまたま今日早上がりで見れたーって、ありがとう、嬉しい。お疲れ様だ、早上がり。そうだよね、だいたい6時とかにあるのかな、お仕事ってね。オーディション配信でゆうかちゃんにハマりましたよって、ありがとう。そう、オーディションの時にね、ショールーム審査みたいなのもね、まああったりしていてね、その時も私はよく配信してたので嬉しい。校内できたことないの？すごい。超すごいじゃん。私だってもう校内できまくりよ。なんかしょっちゅうあるからね、いろんなところに。治ったと思ってなんか口の体操したらまたできちゃうから永遠となんかあるかも。ツアー出たいってありがとう、嬉しい。ツアーね、楽しみ、楽しみだね。うんうんうん、瀬戸利予想はね、私はねしないタイプ。もうその時々の感じで楽しむタイプだから、ドラマとかもなんか予想とかも全くせずに振られるがまま、振り回される系のドラマとかでも振り回されるがままに楽しんでる。おおみたいな、まさかこっちかーみたいな感じの時も全然もう振り回されて楽しいよ福岡嬉しい、会えたらいいね、会いたいね。そう口内はね様々ですよ。傷つけちゃった時とかにもできるし、そこからなんかね傷が大きくなっちゃって口内できちゃったり、食生活なんかビタミン不足っていうのもあるよね、いろいろですよ。そう、手のひらでね、本当にね手のひらの上でね転がされながら見てる。地元福岡、そうなの、福岡県出身なんです。ありがとうございました、お疲れ様。でもね、本来だったらね今始めたぐらいだったからね、ちょっと早めに始めたんですよ。そうそうそうふふふ、少し前にもねこっちにできてた、よくできる。なんかね噛んでねできるとかよりね、ほんとなんかこうなんか口の体操だと思うの。そう、博多弁で話してほしい。今日は一日何章だと何章だと、はじめまして、ヤーマンニャンさん、よろしくお願いします。ニャンニャンお願いします。お店クリスマスになってんの？え、だってまだハロウィンも終わってなくない？早いね、クリスマス。クリスマスいいよね、私クリスマス大好き。シュッとなると願ってそう、顔にねどうしても肉ついちゃうからさ。博多駅近くのバスの量はすごいですよ。博多というか福岡は結構バスがねメインで動いてるから、市内とかすごい多いよね。今日のお洋服あったかいよ、これに私はジャケットを着てね街を歩いてました。そう今日の美女嬉しい、ありがとう。最近本当に日々ね変えてるというか変わってるから分からない。上まぶたのアイメイク、ありがとう。これなんかさ、ラメすごいここだけ目立つよね、大きいラメとかが混じってるね、アイシャドウのラメラメくって朝つけた、ここだけ生き残っててすごいさ、この角度めっちゃ見えるよね。そう、アイシャドウパレットの中に入ってるすごいギラギラのねラメをねここに塗るのが好きなの。そんなのよ、明日大会頑張れー。すごい緊張しちゃうかもしれないけど頑張れ頑張れ
本当なんか嬉しい、今日の美術褒めてもらっちゃって。ついさっきメイクしたみたいなところもあるんだよ。アイメイクはブラシ派、指はねつけすぎちゃうからね、あと細かいところもねできないからブラシでしちゃうかな。文化祭そんな時期なのか、いいね文化祭って楽しいよね。なんてアイシャドウですか、クリオさんのなんか10色入ったアイシャドウパレット使ってます。すごいくすみピンクみたいな色使ってる。明日大学行きます、頑張れー、ファイトファイト。学生の皆さんもねお疲れ様だよいつでも美女いいだなんてありがとう。私の寝起きの顔なんて見たら皆さんびっくりしちゃうよもう目開いてないから私びっくりしちゃうよ。皆さんこんにちは、こんにちは。私はね最近あった悲劇のこと言います。最近イヤホンのここのシリコンゴムみたいなところがなくなりました。2回目こっち来て2回か3回目もうねすぐなくなる、もうあーって感じ。ふーだから今片方ついてて片方ねないの、すごいね。だから片方違和感しかなくてさ、イヤホンそう地味に、そう地味に辛いのこういうのって。本当になんかこうなんかあとなんかうーって感じなんだよねそう私はねなんかプラスチックのやつもあるじゃん。プラスチックのやつね私ね耳ちっちゃくてね、なんかうまくフィットしなくて、だからねこうシリコンのねタイプのを使ってるんだけど、そうシリコンのタイプはバッグの中とかからこうやって撮るときに結構ね物とかが当たっちゃったら取れちゃうの結構すぐに。そうあのこの耳のやつも結構ね私ちっちゃいサイズにね取り替えてて、あのもともとついてたやつは使ってないのね、大きいからなんかこうピュッて抜けちゃうのなんか有線ではない Bluetooth ではあるけど、そうそうそう私もねお家にストックはあるんだけどさ、ストックってあんまなんかなんだよく使うストックはここって決めてんだけど、あんまり使わないストックはねなんかどこにしまったか私も覚えてなくて、どこのなんか箱に入れたのかなみたいな感じでちょっとね探さないといけない。ヘッドホンねいいよね、私のお兄ちゃんがさヘッドホン持っててさ取り抜かれるけどあれいいね、すごい音さ聞きやすいというかだよね、ヘッドホンってね。そうあったかい、確かにあったかそう。そうそう私はね、私はただでさえ荷物が多いからね多分重くなっちゃうんだと思う本当に。私なんかね毎日荷物多いんだけど、なんで何が入ってるか本当に分かんないのに、大したものないのにいつも思う荷物が軽くならない肉耳ヘッドホン可愛いよね、ここね。なんかゲームをさされてる方とかよくつけてらっしゃるイメージ、可愛いよね。ボタンの予備とかはね一応ねなんだケースみたいなところに入れてるけど、私服結構こうねお仕事の関係上ね買って買ってでこうどん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 送ってってしてるから、多分もう家にない服のボタンの替えとかあるから、多分お家で困ってる、福岡のお家に届けてるから福岡のお家でもしかしたら困ってる可能性はある。ボタンどこみたいな、ボタンないみたいな感じですよ。毎日年中の曲聴いてる、嬉しい、ありがとう、やったん。そう消しゴム、あ消しゴムはね1個だけど、私はシャーペンの中の写真テストの時とかねこれでもかってくらい入れる。
テストの時はシャーペンをまず多分2本か3本ぐらい持って行ってて、で裏にちゃんと消しゴムがついてるか確認するんですよ。もし消しゴム落としてしまって、もう大大大大大ピンチとか、時間がないのに落としてしまったとかで急いで消しゴム使わなきゃって時にいつでも使えるように消しゴムがちゃんと入ってるのを選ぶんです。そうで、シャーペンの芯もあのなんだ、その時の気分って結構あるじゃん、シャーペンも。だからあの 0.3 と 0.5 を入れてたり、スラスラ書ける用と綺麗に書く用とみたいな、私結構分けてるのね。そうとか、マークシートの時とかはこっちがいいなみたいなのとかあるから、結構ね3本ぐらいシャーペンも入れて、あのシャーペンの芯のケースも入れて、それもちゃんとまっすぐのやつ、丸系じゃなくて筒状じゃなくてまっすぐのやつだと、かなんか最悪定規が落としてた時定規使えるみたいなあの最悪を想定してね、挑んでるので、そう消しゴムはね1個とか2個の時もあったかな。最近はなんかそんなになんか消しゴムなくすとかないけど、2個持ってってたのかもしれない。そんな感じですごい念には念を、そう本当にそうなの消しゴムじゃない、なんだっけ、シャーペン私何使ってたかな。280円くらいのね、どこにでも売ってるようなシャーペンが私好きなのなんだよ、わかんない、特徴もわかんない、なんかなんだなんだろうな、本当によくキャラクターとかもコラボしてるような感じの、なんだろうな、ドクターグリップも使ってたし、デルガードも使ってた、懐かしい、すんごい懐かしい、デルガードとかね今でも持ってるよ。ドクターグリップもよくなんかもらってたかも。そうそうそう、あとはなんだろう、特徴はね多分シンプルな、その何もキャラクターとかとコラボしてないやつだと、私が一番お気に入りのねシャーペンはね、上が消しゴムの蓋のところが銀で、なんかな、何ホワイトって、オフホワイトみたいな、んオフホワイト、オフホワイトって真っ白だっけ、なんだっけ、オフホワイトってなんだっけやばい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 、ちょっとクリーミーがかった、クリームがかった白で、本体がで、グリップも白で、同じ白で、200の中のどれかだよね。そうだよね、難しいよね、153番目ぐらいの白だと思う多分。で、あとピンクとか、ピンク、水色、黒、グレーかなが多分よくあるです。わかるかな、280円くらいのやつ、320円とかかな、すごい安いんだけど、すごい私ね結構ずっと使ってる、中学校中3ぐらいからそれはずっと持ってて、筆も持ってるかな、あるかな、筆箱はね、なんか割とね今そんな使う場面ないんだけど、よく持ってて、あ、入ってない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 、どこだろう私の今の筆箱何もない、使えないぐらいなものしか入ってないそう、オレンズかな、携帯で調べたらいいのか、検索。あとはね 0.3 の透明なやつも持ってる、透明クリアな本体のやつ、なんかこう頭がレゴブロックの頭みたいな、あの消しゴムの部分がレゴブロックの頭みたいな形のやつこの2つが私よく使ってましたね、使ってるかな、お腹空いてきた、
オレンズ、あ、オレンズ使ってた、懐かしい、使ってた。私ね、オレンズ 0.2 を使ってました。 0.2 ってすごいレアじゃない？私ね、筆圧濃いからね、中でね、芯が折れちゃってた。私の筆圧の問題ね、これ。0.2。 そうそうそう、お腹空いてきた。うん、お腹空いちゃった。そうなの、オレンズも使ってたけど、私が言ってるのはね、オレンズ、あ、あった、普通にお家用のペン立てにあった。うわ、手が伸びない、もう私手伸びなかった。帰ってこれなくなっちゃう、手が届かない。あとこんくらい、あとこんくらいの手長かったら届くんだけど、取ってきた方がいい。お家にペン立てあるよ、ハサミとかね、よく入れてる。あとこんぐらい手が長ければ、ね、届いたんだけどね。よいしょ。ってくる、ほんとあとちょっと、あと10センチだな。おいとこして、うーん、届かない。もうちょっと、おいしょ。あ、これまで使ってたな。私3つぐらいよく使ってるなるみたい。よいしょ。キャラクター書いてあるから見せられないんですけれども、ん？これ出てみるんだ？これ出てみたらいいか分かんない。シャル初めて来たよって、ありがとう、嬉しい。何の話してるの？なんかね、シャーペンの話、私がよく使ってたシャーペンの話をねしているんですけれども、私ね、どこを見たらいいか分かんない、分からない。このなんだ、シャーペンの種類が分からない。そうなの、はじめまして、たくやさん、はじめまして。今シャーペンの話してます。何使ってましたか？よいしょ。あ、映った、チラッと。こっちはね、完全キャラクターだから、ちょっとね、見せるところもね。あ、これ、いや難しいね、ちょっと難しい。しかもなんかちょっと消しゴム、ちょっと汚い。使ってるから汚い。これもなんかね、すごいめちゃくちゃ特定されそうなやつだから、ちょっと難しそう。うん、ロケ鉛筆知ってるよ、好きだった。なんか誰もが通る道だよね、多分ね。なんかね、面白いよね。遊びに来たよ、佐藤貴さん、よろしくお願いします。村山優香です。今文房具の話してる。一瞬通過、難しいな。これもなんか隠すと全部隠れるよ、だって。どうしたらいいんだろうね。352円らしい、1個は。もう片方はわからない、 0.3 ですね。 0.3 の200円とか500円以内のやつ、以内のやつ。難しかった、せっかく取れたけどね。そう、あ、コメント止めてた。浦山さん買いすぎる、ありがとう、嬉しい。すごいなんかのんびり配信なんですけれども、こっそり買いに来たよって、お疲れ様、お疲れ様。そう、私ね、キャラクターもの多いのよ。あ、私これレゴの頭っぽいやつって言ってたの、ここの銀のところ。あー、これ見て、これすごい昔に買ったんだけど、すごい似合いじょいカラーだよね。好きなヘアアレンジはハーフアップが好きかな。
おろしも好き。あと次がやっぱこれ消しゴム汚い、消しゴムだけ取ろう持ってる？一緒だね。超キャラクター、これ難しい、これ 0.3 って書いてある、これ。そう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 、ツインテールはねめったにしないですよ。皆さんは好きかもしれんこれみんな使ってた、これすごい書きやすいの、いいですよ。あとこれもう一個、なんかちょ銀すぎて怖いんだけど、ちょ銀すぎて怖いな、ちょ銀すぎて怖いので、これはちょっとなしで持ってた？みんな持ってたよね。私もね、なんかお友達に借りて、え、何これ超使いやすいと思って買いましたからね。サイドポニーしたことないね銀すぎて、反射してさしちゃうのが怖い。私なんか縦線さ、なんか皆さん技術って結構ねすごいですからね、怖い。反対側ね見えるのが怖い、この iPad の奥側が。そう、大したもんないですけどね、壁が見えるんだけどね本当に大したものは入ってないんだけど、入ってるっていうか置いてないんだけど。あ、ありがとう。そうそうそうね、全国発信だからね今ね、やっほーってね。そう、皆さんは探偵さん並みにやっぱもうすごいですよ、技術がね。そうそうそう、お腹空いてきたね。みんなはどう？あ、19時前には終わります。はい、ボールペンはね特に私こだわりなくて、なんかその時にあったやつ使ってるかな。左利きってねボールペン得意じゃないんですよ、知ってました皆さん。ボールがね転がりにくいの、ボールペンの中に入ってるボールの部分が摩擦がねこう起きやすくて、右利きの方はこう机があってペンを、このペンがこの傾きでこう進むじゃないですか。でも左利きの人ってこの傾きでこう進むから、こうあのペンがすごいこうクッカッカってね、そう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 なるから全然つかない。私だから新品でもペンつかなくてこうやって傾けて書いたりする。そうそうそう、私がね調べたの、なんで左利きはペンをすぐにダメにするんだろうと思って、左利きペンインク出ないみたいな調べたららしいですよ。そうそうそう、すごいよね、確かに言われてみればと思った。そう、今度聞いてみて、ぜひぜひ。書けないとき、そうだからね、なんかさよくさ学校の外とかでさ、なんか塾のなんかキャンペーンか何かでボールペン配ってたりしたじゃん、なかった？なんかね、そう街中とかでさ、なんかボールペン配る時とか、私ね結構もらうの好きでさもらってたんだけどさ、もらったところで私ねボールペンねつかないってなって、友達のはつくのに私のつかないっていう状態が起きちゃうっていう。友達は次の日とか結構ね、私もね張り切って次の日とかねもらったものをすぐ持っていくのよ、だけどねつかない。私はねそれを知らないまで、お友達にボールペンとか借りた時に壊したって思ってめっちゃドキッとしてたんだけど、友達が使うとつくから私の使い方が悪いのかって思ってたんだけど、そういうことみたいな。そうそうそう、うんうんうん、あかわいい、買ってばかりでね、あるよね新品の時ついてるのね、あるね。そうそうそう、
そうだね、お疲れ様です。お疲れ様。マーカーはまあ全部ここで、あのなんだ、吸収してはいるよね、若干ね。こうやってこうなんだね、したりもするけど、サインはね結構あれですよ。私はあの左利きの証のシュッっていう、なんかこう引きずった跡がね残ってる時があると思う。生写真はスタッフさんがこうこれはなしってなってあのボツになってる可能性もあるけど、なってなかったらあの世の中に出回ってますよ、私のシュッってやつが。そう、左利きやとハサミもそうかもね。確かに左利き用じゃないと難しいのかもしれない。私ハサミとか刃物、包丁とハサミはちっちゃい時にお母さんが直してくれてたので結構ね今も不便なく使えてるんだけど、ボツありますよ。私たちもあのサインなんかこう書いてる時にあのなんだ、引きと中と寄りってあるじゃないですか、生写真って。でまあ、人によるんだけど、メンバーそれぞれだし、その時にもよるんだけど、引きから引き中寄りの順番でねサインを書いてると、引きだと結構大きめに書けるんですよ、全身がこう顔に被らないように書いててこうなってるんだけど、中になってちょっと近くなったりもするのね。そのねなんか切り替えの時に配置目の1枚目ちょっとサイン大きく書きすぎて、なんか顎のところしようみたいな、こうしようみたいな、かぶってしまったとかはちょっとボツにしたりしてる。そう、顔にかぶってしまうっていうのでボツだったり、あとそう、それこそ左利きのシュッっていう、あまりにもあのなんかこう乾いてないところを引きずってしまった時とか、あとシンプルになんかサインのバランスが悪すぎてたまになんかこう、多分右利きの方もこれは一緒だと思うけど、たまにガッガッガッってなったりしない、こうとなんかたまにそういう時とかはどうしてもうまくなんか修正も不可だから、うん、ボツになったりかな。この3つが多いかも。そうそうそう、美容師の、そっか、美容師さんのさハサミ自体もさちょっといいお値段するっていうのをさ聞いたことあるんだけど、左利き用だとなおさらそうだよね、大変だ。確かに、そっかそっか、そうだよね漢字ってそう、右利き用にね、口とかめっちゃ大変よ。こうなんだ、大きく書くときは肘ごと動かせるからいいんだけど、多分 どの人も変わんないんだけど、ちっちゃく書くときにこうこれ結構難しくない？どう？このこれこれがね、なんか多ければ多いほどね結構ね大変なんですよね。そう、羽とかもね、こうお礼の礼とかもこうキュッてくる、ちょっと難しいんだよね意外とね。奥にも難しいんだよ、これ限度があるからさ、このなんかこう進む距離っていうのは左手真っ黒なるよ。なるね。私ねシャーペンはまあまだ真っ黒なってもすぐ消えるからいいんだけど、ボールペン乾かないから、なんかなおさらもう自分が書いていったのをね次から次にこうなんかシュ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 って消していっちゃうことが多いかも。あと教科書に名前を書くときとかもうね、ま、あの名前ペンなんてもう乾くの遅いからさ、もう村山優香でなんか風走ってるみたいな村山優香をよく書いてたそう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 、筆圧強いのかな左利き。確かになんか癖はあるかも、持ち方とか結構癖ある方多いかも。結構こうこう巻いてね書いてたり、こう書いてたりっていう方も結構多いかもしれない。私もねなんかこうちょっと多分こっち寄りなんだと思う。え、どうだろうね、どうやって書いてんだろう。私わかんないけど、ちょっとわかんなかった。
村山優香の「か」から始まることはないかな。すごい難しそうだね。そう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 、ね、難しい。お仕事お疲れ様。髪を斜めに描いてる人、ああ描いたことある。私も斜めに描いたらちょうどいいくらいあるよね。そうそうそう、教室とかも右利き用に作られてるらしくて、窓がさ、まあ、廊下側が右で窓側が左じゃないですか、多分基本は割と世の中多いのは。それもなんかこう太陽がこう窓から入ってきた時に手でこう影にならないように窓が左側らしいですよ。こうやったらさ、右手だと結構ね影ならないじゃん、自分の手で。だから左利きの人は自分の手で影なるから、なんかもうなんかうーんみたいな、色がね、なんかなんだろう、暗いと明るいで、なんかね左利きあるあるをいっぱい調べたんですよ。確かにと思って、あこれもか、確かになる。あとこれはね私あるあるなんだけど、私あるあるって私がだけなんだけど、学校でチョークを握るときにどっちで握ったらいいかわからないっていうのが私あるあるなの。私ね、筆は習字習ってたから1年だけね、筆は右で直してもらったんですよ、習字教室で。だから筆は右で書けて、でも普段のシャーペンとかは左なのね。だから黒板に書くときってこう手をこうやってついて書くわけじゃないじゃないですか。だからなんか筆みたいな持ち方ではあるのよ。でも綺麗に書けるのは左だしみたいな、どっちも書ける。だからなんか本当に気分で書いてた。どっちも字の汚さ一緒みたいな。左は左で書きにくいし、右は右でなんか筆のようには書けるけど、うん、でもちょっと違うしみたいな感じで、どっちも書いてた。なんか手に持った方で書いてたかな。あとあれ、この間八景島、シーパラダイスさんにでの動画でのなんかバーベキューをしたんですね。 YouTube 載ってると思うんですけど、バーベキューしてた時のなんかこうバイキング形式のバーベキューで、トングを持ってる時私がね右手で持ってるねみたいなコメントを見かけたんだけど、私ねトングねどっちでも持てるの。給食の時にね右利き用のさ、なんか継ぐやつとかあったりして、なんかどっちでもねできるようになって、疲れたら左で疲れたら右でみたいなしてたから、その時はなんだろう、お盆を持ってたのね多分、そのバーベキューの時はお盆を持ってて、安定するのって利き手なのよ、片手で持つ時だから、多分右手ついで左で安定させてってしてたんだと思う。本当にねなんか無意識だから、うんうんうん、どっちでも持てるんですよね。かっこいい？やったー！かっこいいって言われちゃった。聞き手、まああるんじゃない？関係はするんじゃない？多少は。結婚してありがとう。お花だるまありがとう。ありがとうございます。私ちっちゃい頃から定期的にこう右手でなんか文字を書いたりっていうこともあったから。右利きの方が左で、利き手じゃない方で文字書くより多少なんかちょっとうまいみたいなのをよくなんか友達に言われてた。私も右手で利き手じゃない右手でね文字書いたらなんかこううまく力入らなかったりはするんだけど、でもなんかうまいねって言われてたよく。そう、左利きなりたくて、大変でしょ、絶対大変じゃん。ハンドボールの時だけめっちゃいいね、ハンドボール強いじゃん。私ハンドボールとか右なんだよね、右の方が投げやすい。そう、私この間さハンドボール投げ20から25メートル飛びますみたいな、ソフトボール投げと間違ってないみたいなコメントあったけど、私はねソフトボール投げをね多分したことがないの、授業の体力テストでハンドボール投げしかなくて、そう
わかんない、したことあるのかもだけどわかんないけど、でも最後のその高校中学高校かな、高校で測った時はハンドボール投げだった。そう、20から25って結構差あるじゃん。どこか分かんないの。私もね、ちょっと本当にどこか分かんなくて。20から25です。お腹空いてきた。何食べる？何食べる？25メートルってプールか、確かに。なんかすごいね。今日は冷凍食品の日。おお、冷凍食品の日なんだ。冷凍食品何食べようかな。お好み焼きいいね。私もお好み焼き好きだな。わさび醤油パスタ最高、美味しそう。和風パスタ、おお、パスタつながり。パスタいいね。最近食べてないな、パスタ。すごい、こうラメがすごいね。フルーツいいな、美味しそう。フルーツ、私昨日ね、今年初牡蠣食べました。種なし牡蠣、牡蠣食べました。美味しかった。学年語彙すごっ、英語で学年語彙すごっ、英語すごっ。パスタ明太子が好きかな。一番好きな食べ物お寿司かな。海鮮が好きかも。パンも好きだけど、一番罪悪感なく食べれるのはお寿司ですね。そうそうそう、はい、ゆうかちゃんはこれから作ろうと思ってます。まだ決めてないけど。そうそうそう、お家でね、昔は作ってたけど、パスタね食べるとすんごい眠くなるの。そうだからね、パスタはね全然食べてない。眠くなるんだよねパスタ、なんでかな。そうそうそう、料理は好きですよ。そうそうそうね、自炊ね、たまにしてる。え、うまい。お寿司、お寿司しかない、お寿司しかないよ。お寿司大好き。そうなの、豚汁にさつまいも入れる。さつまいもとこんにゃくとごぼうとトンとって豚肉と、なんだろう、大根人参とか、結構私のうちは具沢山。豚汁自体が具沢山。止まった？大丈夫かな？いけたかな？ただいま。いけた？あ、いけた？あ、よかった。よかった、よかった。ただいま。よかった、よかった。充電はね、今挿してるからね、充電じゃないと思う。ありがとう。お待たせしました。すごい、豚汁で止まってた。豚汁美味しいよね。あとお花ありがとう。はじめまして、 お兄さん、ペンガキサキさん、キカ、よろしくお願いします。ただいま。待ってたよ、ありがとう。ハートありがとう。左利きだから画面暗かったのかも。そういうことにしとこ。納豆食べれる。最近食べてないけど納豆食べれるよ。今日はねすごいね、タンパク質を食べたい日なの。でもうちに材料ないなーっていう感じです。嫌いな食べ物はねないんですよ今のところ。全部食べれるよ。サラダチキンいいな。私さ今日さ、なんだ、鶏肉買って帰ろうかなってめっちゃ迷ってんだけど、
私配信始める前までそんなに美味しくなく美味しくなくてしなくてお腹空いてなくて、そうだからあー買わなくてもいいかなって思ったんだけど、食べたいね。ハートありがとう。こんばんは。まあもうじゃあバーさんよろしくお願いします。そう全部食べれる、そうなの。私もねびっくり、自分でこんな嫌いな食べ物がないなんて。もちろんね、なんかその食べたことないものとかはまだ分かんないから何とも言えないんだけど、そうそうそう、うん、宅配しない、宅配、宅配なんだ、デリバリーか、デリバリーしないですね。結構私ね動く人なので自分で動くかも、何か食べたいってなっても。そうタンパク質ね、そうゆで卵も今お家になくてね、何もないの。お家に何もないの。私がデリバリーを自転車とかこいでピンポーンって。あ、ありがとう。秋だな、秋だね。栗ご飯とか食べたいよね。どうどうどう。こんばんは。コンビニのチキン&チリ、ねえ美味しそう。チリって美味しいよね。エビチリとかめっちゃ好き、エビチリエビマヨ好き。中華料理って美味しいよね。なんであの美味しいんだろう。栗ご飯いいな。私おばあちゃんがね作ってくれてたのね、食べてたな。給食出てた、出てたっけな。美味しそう。さつまいもご飯もいいよね、美味しいよね。そう私今ねお家にね何もない。何も入っていないんですよ。おすごい、手作りだ。めっちゃいいよね、手作りのさ栗ご飯ってめっちゃ美味しくない。なんか栗がめっちゃお、まあ、さ大きいしさ、ホクホクだしさ、わかる、めっちゃわかる。エビマヨとエビチリ派で分かれるのか。私どっちも好きだな、決められないくらい好き。メンバーと料理対決、おおいいね。料理対決、料理企画とかね好きだよ私、あの料理本当に。そう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 、栗のね味とね、わかる、めっちゃわかる。そうなの、一人暮らしはねあんま冷蔵庫はねあんまなんだいっぱいいっぱいにならない。結構ねずっと空間はあるよね、いっぱいいっぱいならないね。そう野菜室ぐらいかな。私キャベツとか買っちゃうから大きくっていっぱいいっぱいになるとかはあるけど、でもキャベツそんなすぐ傷むわけじゃないから結構持つし。そうそうそう、スイートポテトいいなー、いいなースイートポテト。メンバーで料理の話とか、うん、レノンとかはするかな。レノンとかとはよくするかも。何作ったの最近とかって。そうそうそう、前はねあのお互いなんか自炊したの写真撮ってる系の人だったから、あのお互い店合いっこしたりしてた。そうそうそう、キャベツいいね、キャベツ美味しいよね。そうてか待って iPad なんか下がってない？あ下がってる、ほら見て見て、私のお目目がなくなります。下がってる、あ止まったかな。ちょっとなんか気づいたらなんか姿勢悪いなと思ったら下がってた。よいしょ、おちち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 ち、はい、また下がっちゃうかもだけど、私が上がってる可能性、確かにいいね、常に上を目指してみたいな。向上心があって上がっちゃったとか言って。ロールキャベツ、あーいいね、美味しいよね。私この間コンビニで初めて今年初おでん食べました。もうコンビニにおでん売ってるんですよ皆さん、食べました？おでんめっちゃ美味しいね。すごい久しぶりにさ食べてさ、1年ぶりにもう美味しくって美味しくって、あおでんハマるわーって思って。
具は、具って可愛い。具はね、その時は大根と焼きちくわ、はんぺん、3つ食べた。美味しい。私さ、昔ね、おでんの練り物なんて全て一緒だと思ってたの。でもね、違うね。おでんの練り物にもさ、いろんな種類あるしさ、私練り物大好きになっちゃって、今年、去年か、去年から。そうそうそう、全部一緒だと思ってたの昔はね。私おでんだったら何でも食べれるよ。おでんでお米いける人、うん、私だしが好きだから、だしと一緒にね、全然いけますよ。こんにゃくもいいよね。私のおでんの選抜センターは大根、大根かな。その横を固めるのはこんにゃく、ダブルこんにゃくこんにゃく好きで、あの糸こんも角こんもどっちも入れるそう、ダブルこんにゃくがその間のこうちゃんで挟んでサンドしてます。あとはね、何が好きかな、そう、こんにゃくとね、そうそう、しんべい、しんべいしてるそう、この間食べたのは結構初めて食べるもの、初めてではないけど、なんだろうな、あんまり普段食べないから、もしかしたらコンビニでは初めてかもなぐらいなものを食べた。ちくわとかも初めて食べたもん、こんにゃくのおでんって。んこんにゃくのおでんやばい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 こんにゃくのおでんってやばい、コンビニのおでんでやっぱあの好きなだけあるねこんにゃくはね、焼き出しちゃうから気をつけないとね。あゆみのセンター牛すじ、あー牛すじ美味しいよね、わかる。牛すじはね、昔はね食べてなくて、そう、油っぽいと思ってたから。美味しいね牛すじね。こんにゃくのおでんのこんにゃく、本当にそんなことになってたよねみんな食べたことない。ごぼう天はあるけどね比べるものじゃないかもだけど。福岡と東京でのおでんの違いは、出汁が違うっていうのはね、昔は聞いたことあったけど、私なんかこの間食べてみて、なんか福岡のおでんの方が逆になんかあんまり覚えてなかったから、なんか分かんなかった違い違い分かんなかったけど、そう、味噌はないね、おでんに味噌はかけたことない。そう、味噌ね、味噌つける地域の人だよ。そう、名古屋とかでしょ確か。つけて味噌、かけて味噌でしょ。福岡といえばおでん、なんだろうな、うーん、なんだろうかな、なんだ、さつま揚げとかわかんない。九州はさつまあるからさ、鹿児島でさつま揚げとかどうだろう。明太子のねおでんは特になんかないから、私は見たことない。牛すじとかなのかな、福岡っぽいおでんってなんだろうね。私ね、コンビニのおでんのね、だし巻き卵っていうやつがねすごい好きなんですよ。食べたことありますか。めっちゃ美味しいよ。つけて味噌、かけて味噌はね、昔あの福岡のお家にありましたよ。お父さんがなんかお土産で買ってきてくれて食べたことある。甘いのか、九州のおでんは甘いらしい。そう、福岡の人はね、おでんはね、そんななんか薬味系で特徴的なの多分ないけど、柚子胡椒とかどう、どうなの、わかんない、どうなの。私こないださ、柚子胡椒みんなかけるかな、そんなことない、わかんない。からしと柚子胡椒、この間私がねコンビニでね買った時が、たまたまその薬味つけますかって言われたから、あのその置かれてなくてね、店員さんに言う系だったから、からしでって言って、他に何があるか分かんなかったから言ってないけど、柚子胡椒は初めて、あ、じゃあ柚子胡椒かも。福岡はね柚子胡椒もねいただけますよ。福岡であるあるなのはやっぱり肉まんのあの酢醤油をつけるもん、つけるつけない問題だよね。これは本当にね、
私もコンビニで肉まんは買ったことがあるかないかぐらいだけど、他のメンバーとかがね買ってるのを見て、なんか本当に筋をやってつかないんだなっていうのを肌から見て思ってる。そうよく聞くやつ、私もねつけたりするかな、つけたりつけなかったり、時と場合なんか気分でつけてる。そうそうそう、ことさんも福岡なのかな、さっきから福岡話が合うね。そうつけない人も、そう関東ではねもらえないんですよ酢醤油が。私は後半つけたりするから、半分は何もつけないで、もう半分は酢醤油つけたりするから、ちょっと物足りない感はあるよね。熊本なんだ、近くだね、お隣県だ。しげちさん、くまちゃんありがとう、お疲れ様、ありがとうございます。そう味変して、さあさあさあ、美味しいよお腹空いてきた、空いてきたよね。酢醤油はねコンビニのとかだとちっちゃいね、ちっちゃいこうよくあるやつ、醤油が入ってるみたいなちっちゃいやつに入ってるから、なんかちょんちょんちょんってそこに、ね、垂らして食べてみたいな感じが多いかな。お皿とかでちょんちょんしてる人もいるのかもね、もしかしたら。冬のおでん美味しいね、美味しい、いいよね食べ物が冬ね、ほんとに。いや冬っていいよ、いや冬が一番好き、やっぱり夏もね春も秋も好きだよ、好きなんだけど冬がねダントツでいい。もう楽しみ、これからの冬が楽しみですね。鍋ね、うん鍋も私今日ね鍋にしようかめっちゃ迷った、まだ決めてはないんだけどめっちゃ迷ったけど今日はやめる今日はなちょっと鍋の材料が何もないから。お洋服ね、わかるわかる、めっちゃ可愛いよね、ニットとかいいよね。バラハートありがとう、ありがとうございます。ピザマン美味しいよね、ピザマンね人生で2回抱きたいたことあるよ。お疲れ様です、いちやじゃあさん、よろしくお願いします。大体仕事終わった、お疲れ様、大体ね、まだもうちょっと残ってるのね、頑張れ冬のゆかちゃん嬉しい、冬は大好きだ、あんまんはあると思うあると思う。紅生姜の天ぷらは食べたことないですね。昔はねそんな紅生姜を好んで食べてたわけじゃないから、そう辛いと思ってて食べたことなかったから、そのなんか名残というかで、まだ食べる機会に出会ったことなくて、串カツ屋さんとかでもメニューあるけど、なんかこうそこまでなんかこう他のさ串カツのメニューとかがある中で好んで選んだことがない。でも食べれると思う、紅生姜食べれるから食べれますよ。びっくりした、通知がリングライトの上で鳴るとすごいびっくりしたよね、皆さんの方が振動でびっくりしたんだと思う。串カツ食べますよ。ね。私クリスマスソングね、あの慌てんぼうのサンタクロースがめっちゃ好き。最後の歌詞知ってます？リンリンリン、チャチャチャ、ドンシャララーって言うんですよ。あれめっちゃ好きで、結構毎年冬になるとね、脳内で歌ってる。結構なんかわんぱくおてんばサンタクロースさんでめっちゃ可愛くない？歌詞めっちゃ好きなのあコンビニのまかないがね、なるほど、コンビニのまかないってなんか結構豪華そうだね、わかんない、勝手なイメージねそう前にゆうかちゃん言ってた、私言ってたかな、そう好きなの、すごい好きなの。リンリンリン、チャチャチャ、ドンシャララン、こう最後の合わせ技みたいになってめっちゃ好き、1番から3番の歌詞が合わさった感じがして、あとリンリンリン、チャチャチャ、ドンドンドン、シャララランって
詰め合わせで、そう合わせ技してるからめっちゃ好き。友人歌手デーだったのでもちろん歌詞知ってますね。私も めっちゃね歌ってた、好きだった。お花ありがとう。そうサンタクロース、うんうんうん、懐かしいね、スキーのね。冬曲もなんかめっちゃよく歌ってたかも、カラオケで。ツリーね、どうだろうね、福岡では立ててたかな。なんか毎年ね、なんか学校で何か作ったりとかしてて、小学校の時はね、なんだかんだでね、なんだ松ぼっくりのクリスマスツリーとかあるじゃん、学校でよく作ってたの、そういうので飾ってたりしたけどね、最近は全然多分そんなことしてない気がする。宮城冬曲ね、どんな感じだろうね、宮城が冬曲を歌ったらどんな感じだろうね。そう、うんうんうん、あレースね、私もレース作った、懐かしい、レースも作りましたね。なんか小学校 1,2 年生のどちらかでこう落ち葉で、あこれはリースじゃないや、間違った、リースじゃない話していい、あの落ち葉でなんか作品を作ろうみたいな時があったんですよ。そうで私ね結構宿題とかね直前にするタイプだったから、とか朝の準備も、あ言っちゃった、そう学校の準備も朝するタイプだったの。だから当日になって何々がいるとかよく言ってた、あの結構ね、あのやばいやばいやばい小学生だったのね、あの親をビビらせる人だったんだけど。そうで私がその学校行ってた時に、あのその時ねちょっとまだなんだかんだでね、こうまだ一緒に行ってたのね、一緒に行ってて時にいろんな事情でね、そんな大した事情じゃないんだけど。そう、その時に学校行ってる最中に、あそういえば今日落ち葉いる日だみたいな多分言って、えみたいな、そんな落ちてないよって言われて、あの学校行きながら落ち葉を拾ってから学校行って、当日のその日 の授業は大成功で終わったんですけど、学校行きながら落ち葉を拾うっていうことをしたこともあったな。びっくりだよね、お母さんからしたらね、なんで当日に言うのさって感じだよね、本当に。そう今思い出したのは、多分ツリーの時も、あ違うリースを作る時も、なんか図工のね時間って結構私そういうの多くて、え今日ボンドいる日だとか、なんかよくね、なんだお家なんかあんま文房具なんか必要な時にないから、お家にないんだけど、だって朝その時はね結構多分6時とか6時半とかに起きてたから、朝お父さんとかお母さんが車で近くのコンビニか何かに何かで買いに行ってもらったり、なんかいろいろしてたとか。今は多分今の小学生はもしかしたらないかもしれないんだけど、昔はね私こう野菜の断面を切ってそれをスタンプにしてこう作品を作るみたいな小学校の授業であったの。そうそれで野菜いるんだっていうので、あの急遽レンコンを切ってもらったり、レンコン切って何回も待ってけ待ってけみたいなとかよくしてもらってた。レンコンと、レンコンしか覚えてないな、レンコンと何があったんだろう。そう懐かしいよね。そう図工好きだった、めっちゃ懐かしくない、野菜の断面で作品作るやつ。ありがとう、星もありがとう、音符もありがとう、小判もありがとう、バラありがとう、ありがとうございます。懐かしい。そう私がね朝準備をするっていうのでね、結構ね今もそう、なんだすんごい大事な日とかお泊まりがある日とか
はさすがにちょっと前日にもちょっと準備するんだけど、当日も準備するのなんか私のその前日に準備をしないというか当日準備をしてしまうその理由として、前日に準備しても当日に確認するんですよ。だからなんかすごいなんか二度手間だなって多分小学校の時に思ってしまって、そこから結構ね、小学校の時から当日の朝準備するような人でした。そう、前日に準備してる時間と当日に確認してる時間って結局同じぐらいかかってるから、そう、まあダブルチェックっていう面では本当に多分前日に準備してた方が忘れ物もないしいいと思うんだけど、私中学校ぐらいからあんまり忘れ物をねしなくて、意外と朝の集中力ってすごいよ。あのピンチになった時の集中力って本当すごいからね、学校の時ってね結構すごいんだよ。あんまり忘れ物しなかった。ヨウタくんありがとう、 I love you、 ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。なんだろう、お仕事の時とかはそんな前日に、あ違う違う、当日に準備するとかはそうそうないんだけど、集合時間早い時とか特にね、集合時間が遅い時とかは、まあ、何時に起きてとか、起きる時間がそんなにこうバタバタとか、起きる時間寝坊してしまってピンチかもっていう時はもう前日に準備するようにはなってます。そう、遊びに来たよ、ありがとう、リオさんよろしくお願いします。やっと朝配信あの感じじゃ説得力ない、悔しいな。朝私ねテキパキしてるよ。東京のねこの今のうちはなんかこうね、まあ言うてさ住んでる歴もさ福岡のうちに比べたらちょっと歴がないからまだちょっと効率悪かったりするんだけど、福岡のうちはもうすごいよ。もうね走りながら、あの靴下取って何とか取ってあんな女取って一気にこう行って帰ってきただけでこう結構もう必要なものは全部揃うみたいなあの結構、ね、動線決まってたから結構完璧だったよ。無駄な動きをね一切せず準備して、そう18年住んでたらね相当ね熟知してますよっていうね。50分になったら断食しますね、効率よくなってる。そうだから私高校生の時とかは朝家出る10分前とかに起きて、あの全然余裕だったもん。そう10分前はさすがにちょっとびっくりはするけど、大体まあ20分前とかに起きてた。30分前に起きることなんて本当になかった本当なんですよ。そう高校生の時メイクなかったから、メイクもしてないし髪も束ねるだけだし、その寝癖とかあってもね一つ結びにしたらねそんな変わんないんですよ。だからこうそう一つ結びにして終わりみたいな感じだったし、そう階段上り下りするたまにある、わかる、それはあるね。ちょっと珍しい準備のものとか普段使わないものとかはちょっとエッサホイサって階段登ったりするけど、そうそうそうね、めっちゃ準備早い。今はね遅いよ、私ね家出る2時間前とかに起きないとね準備できない。朝眠くてね、最近はね違うね、学校の準備と違うねそうそうそう、動線がね決まらないし、多分あれだよね、家具の配置もさしっくり来なかったりするよね。私いまだに模様替えするもん、お家。今冬で欲しいものは何ですか、なんだろうな、かわいいトレーナーふふふちゃん、夫婦さんだった、夫婦さん初めまして、よろしくお願いします、お願いします。トレーナー大好きそうそうそうだね、そう学校遅れてもねすいませんでいいけど、仕事はね、お仕事はね遅れちゃダメだし、お仕事としてさせていただいてるからね、それはね結構ね分けてますよ、やっぱ違うね。そうそうそうね、
今年は私まだこたつ出してないね。こたつ出したらお部屋が狭くなるからね、迷うんだよね結構出すのを。でも冬って寒いよねっていうね。さきさんありがとう、 I love you、 ありがとうございます、お疲れ様。暖房あれば確かにね、暖房乾燥するじゃん、加湿器あっても乾燥しない。これねただの私の好みなんだけど、暖房の暖かさが得意じゃなくて、なんかこうちょっと息がなんかこうしづらい感じがして、そうあんま得意じゃないからこたつかな。うん、わかる、ちょっとなんかそうそうそう、ほっぺ真っ赤になるよね。車とかだから私あんま得意じゃなかったから、結構ギリギリまで耐えたいタイプだった。そうそう、ね、ストーブとか、うん私もね去年ストーブをね買いましたよ。そうなの、着る毛布みたいなの、あれいいね、ずっとあったかいよね。そうそうそう、福岡はねヒーターだったの、ヒーターでぬくぬくしてました。そうそうそう、加湿器の加湿器うまいね、すごい何でもできるんだ、すごい。毛布ないと布団ないとか、うんうん確かに。私もね結構もうパジャマを長袖長ズボンで冬仕様にしてます。もう一段階冬はねあったかくなるんだけど、今はちょっともう冬寄りになってるね。学校にあったストーブでポップコーン作ったらそりゃ怒られるよ、すごいね、いいね、学校にストーブあるなんてすんごい、いいね。私のいとこもあったって言ってたな、なんかいいよね、あったかそう、ストーブって絶対あったかいよね。図書室とかくらいにしかなかったな、あと職員室。そうそうそうみかんね、私ねみかんの大食いだったら結構いけると思う、本当にみかん好きで。あとねみかんね、私のね食べ方、好きな食べ方があって、みかんって大体まあ丸になってさ分けれるじゃない、で大体4等分ぐらいにしてから1粒ずつ食べるじゃん、一房ぐらい食べるじゃん。私はねこう4等分とか3等分とかにして、そのままもう4つか、あ違う2つとか3つとかつながった状態で食べるんですよ。そしたらねすごいなんかこう果汁がパーって口の中に広がってすごい美味しいし、あとねその噛み方にもこだわりがあって、なんかこう半月の形じゃないですかみかんって、でこうまあこうつながってたりするんだけど、ここの噛むときにここを噛むの、こう真っ二つね、知ったら中から果肉がいっぱい出てくるから、これまた美味しいんですよ。もうね皮をこうパッて耐えて、ここをこうやって噛む感じで食べるんですよ。そしたら断面がこうまたこんな感じじゃん、多分こんな感じになるのね。ここの中をこうやってちゃんと噛めるように食べる。皮はね別嫌いじゃないけど、あの果肉を食べたいじゃん、どちらかというとね。そうだからそうやって食べてます。ほぼだから私ね2口か3口でみかん食べ終わっちゃう、だからすごいねいっぱい食べれるの。そうなの、冬は私ね黄色いよみかんいっぱい食べるから。はじめまして、オーライトさんかな、ライフィさん
よろしくお願いします。ああぐ、よろしくお願いします。難しい英語。みかんの白いところ、あーあるよね、分かれるよね。私はね、あのある程度取れたらいいかなぐらいで、別についてても食べれる感じです。あんまこだわりない、あの白い部分に関しては。そう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 、ねえ、おしめん黄色くなる、うん黄色くなるよ。ニュージーカラーのね、ムラメユカになりますよ。手とかすごいね、覚えててじゃん、イエーイ。黄色いと思うよ、わかんないけど。ゴーゴー、ハートありがとう、ありがとうございます。一旦かでまた、お疲れ様、お疲れ様だ。絶対忘れてる、うん私も忘れてる。そう、あみかんの皮なんかあれだよね、掃除に使えるよみたいなライフハック見る。水道なんかキッチンのさ、あの銀の部分とかも磨いたら綺麗になるよみたいな、あるよね。ツアーは赤と黄色はダメダメです、赤と赤でお願いします。樹里押しってことになっちゃうよ。まあ樹里押しもね、もちろんいいんだよ、いいんだけどダメです。そういいんだけどダメ。ハートペンライトありがとう、ありがとうございます。じゃがいもの皮は、あそうなんだ、でんぷんってことかな。そう、赤赤でライフハックあんまり実践してない、でも知識には入るじゃん、結構好きライフハック。箱買いしてもね、そうなの。私はねよくね福岡にいた時ね、なんか毎年親戚からみかんが送られてきてたの、箱いっぱい。それね、みかんってさ結構、ま、傷みやすくはあるじゃん、でもね全然ダメにせずに完食しましたよ。すっごい、もう何個あるんだってぐらい、こんぐらいの大きい、こんぐらい大きい段ボールにもうみかんみかんみかんしか入ってなかったのに全部食べきるっていうね。まあ、家族みんなねフルーツ好きだから、みんなもね結構食べるのよ、すぐなくなります。1日に 5,6 個食べてる、1回でね3つとか食べちゃうの。みかん本当に一瞬。あとありがとう、ありがとうございます。赤3本めっちゃ嬉しい、嬉しいよ、赤いっぱい嬉しい。そうじゃがいものね芽はね危険だからね、緑の部分とかねこうやって全部ちゃんと取らないといけないんだよね。そう。うまい、みかんダジャレだ、みかん美味しいよね。口が疲れてきた、表情筋。そう、うんうん、リンゴもいいね。贅沢食べをすると3つ食べれちゃう、うん食べれちゃうんだよね。そうなんですよ、ほっぺね、すごいすごいよ、もちもちだよ。今は牡蠣とかリンゴとかじゃん、いいよね、好き、めっちゃ好きだね。あら顔も赤くなっちゃってありがとう。ぶどうもね、ぶどうは今の時期なのかな、なんか秋って思ってたけど、なんかこの間何かのどこかの何かでぶどうはもう時期終わるねって聞いて、あそうなのかって思った。どうなんだろうね、柿最近私イントネーションおかしくてさ、方言でもなんでもないんだけど、なんかイントネーションおかしくなって、自分でもなんか違和感あるなっていうイントネーションで喋っちゃう時がある。困ったもんだ。そう迷子、
秋のフルーツね。秋が一番フルーツは美味しいのかな、どうだろう。でも全部好きだね、全部好きだ、決めきれない。50分ありがとう。確かに最近ではないね言われてみれば最近ではない。イチジクあるよ、イチジク好きだよ。そうだね、フルーツは確かにね、いい値段はするよね。贅沢しちゃう。ゲット。ではでは段順目をしていきたいと思います。13位の方からです。13位、よいしょ。13位、ポリーさんありがとうございます。12位、ゆうとくんありがとうございます。11位、いのちさんありがとうございます。10位、たいきさんありがとうございます。9位、待って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 、なんだっけ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 、よしきさん違うな、合ってる。あ、待って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 正解合ってる、あ、よかった、ありがとう8位ふうたさんありがとうございます。7位イニシャルが D さんありがとうございます。6位まさひろさんありがとうございます。5位しのっちさんありがとうございます。4位しげちさんありがとうございます。3位ようたくんありがとうございます。3位そうきさん2位そうきさんありがとうございます。そして1位ことまいちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あっててよかった、皆さんありがとうございました。たくさんありがとう、長い時間ね見てくださってありがとうございました。また明日は何時かな、お昼かな、明日お昼な気がする。お昼に配信しようと思います。お昼頃またちょっと夜配信時間決めて送りますね、送るというか設定しますね。ということで皆さん今日は見てくださってありがとうございました。今からイコラブさん の6周年ライブ行くよっていう方はぜひぜひおたあの楽しんでください。いいな、いいですねではまた明日、バイバーイ。良い夜をお過ごしください。バイバーイ。